今年玉川に焼く大好物で、あ、ちょっと話が来た。国たちベストチャンネル。3年ぶりに開催された国立市の青空商業祭天下一。天下一の主催は国立市商工会青年部。松島さんも天下一の開催を心待ちにしていた様子です。今日は和地実行委員長にちょっと、今回の天下一の意気込みについて、はい、語っていただきたいと思いますので、はい、和地さん一つ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今本当松島さんがおっしゃってくださったように本当この2年間ですね開催ができなくて、まあ本当天下一毎年出店してくださってる方も、もう本当今年はないのとか、本当早く出店したいという声をすごくいただいておりまして、今回天下一のスローガンをリスタートというふうにいたしました。で、まあ、3年ぶりの天下一のリスタートという意味ももちろんあるんですけども、まあ、出店者さんにとってもこの天下一をきっかけにですね、ここで新しいお客様との出会いを見つけていただいて、また商売繁栄にですねつなげていただければと思っております。で、来場者 の方としてもイベント本当久々ですよね。なのでそういった、まあ、日常生活の、まあ、リスタートというかですね、そういう何かきっかけになればと思っておりますので、はい、ぜひ多くの方に来ていただきたいですね。場所は国立市の桜とイチョウの名所でもある大学通り。2022年の第55回天下一は11月4日から3日間にわたって開催されました。会場にあるいくつかのブースにお邪魔させていただきました。最初の方が大事だから。はい、お店を紹介していただいていいですか？お店の紹介？はい。YouTube に公開するんですけど大丈夫ですか？はい。国立商工会女性部です。お願いします。3年ぶりの天下一、はい、私たち張り切っています。はい、名物は玉こんにゃくです。玉こんにゃく、どうぞまずご覧ください。山形のこんにゃく200円、あと、はい、コーヒーとですね、今一押しなのが商工会女性部の防災ライトです。これは LED をつけるとこんな明るいのが出ます。持ち歩いても便利だし、防災の時に使えると思います。バッグにね、今お安くしてます、はい、天下一価格で、はい、ぜひお求めください。500円です。山形名物、山形から取り寄せております。スルメで出汁を取るのが味噌なんです。はい、スルメの お出汁でね。はい、ありがとうございます。おいしいです。からしをつけてみますか？はい、今年玉川に焼く大好物で、あ、ちょっとからしが来た。2200円。ふわふわのわたあめも、わたあめいかがですか？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。わたあめいかがですか？はい、ありがとうございます。女子社員にお土産買っていくんで。ありがとうございます。はい、はい、はい、1500円でございます。お取りしましょうか？はい、すいません。普段は中古のブランドの専門店をやらせていただいておりまして、お客様がご愛用の、バッグやお時計、ジュエリーのメンテナンスを、今回やらせていただいて、天下一どっかでやらせていただいております。で、やっぱりなかなか使わなくなってしまったバッグ、カビが生えてしまって捨てなきゃいけないとかっていうバッグも、メンテナンスしていただくことによって、かなり輝きを取り戻しますので、当店ではそういった活動をやらせていただいております。よろしくお願いします。こんなドクターみたいな格好でね、驚きました。
ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。また。ただいま日報設備さんのあのテントに、やってまいりました。では社長の田中さんから出店のご紹介をしていただければと思います。今回、まあ、あの毎回いつも言ってますけどペレットストーブですね。あの非常にエコで木のガクズを使った暖房ということで、まあ、燃料代が灯油とかが高くなってきているので非常にあの相対的に安くなっているので非常に流行っております。あと蛇口関係ですね。どうしても劣化してくるので今いろいろな機能があってこういったところに浄水器が簡単に変えられるような機能がついているようなものもあったりして、そういうのも、はい、あとこのちょっと今年から取り扱い始めたこのポータブル電源ですね、はい、こちらの方ももう2つとも売約済みになっております。あとはこちら TOTO さんの蛇口ですとかトイレですね。お値段的にはこんなものですけれども実はこっちの高いタイプの方が今バカ売れをしているというような状況で22万の電気が多分もう3台ぐらいでご制約いただいてます。ありがとうございます。撮影にご協力いただいた皆様お忙しい中ありがとうございました。天下一開催期間中会場で出たゴミはリストで回収させていただきました。今回はお祭りで出たゴミの回収ですが、ご家庭から出るゴミも、電池やバッテリー、スプレー缶は深刻な火災事故の原因となりますので、分別ルールをきちんと守って捨ててくださいね。よかったよって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。国立リストチャンネルでは産業廃棄物の話以外にも国立市にお住まいの方にとって役立つゴミ情報もお伝えしたいと思っております。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。